今のつ、紙一重さんいらっしゃい、たくみさんいらっしゃい。第3試合、試合内容どうなってるんだっけ？第3試合が第3試合が誰だっけな。ああそうだ。里見は、あ、ローマ字なんだ。里見とズキティ、ひらがなか。里見、ズキティ。チャンピンとは仲悪ないんでしょ。めちゃめちゃ仲いいや。うん。のんたんどうなったの？のんたん仲良しだよ。第5試合が。試合が3倍目光 VS7 と、うん、第6試合あれ試合数これで合ってるか。ドレスニア食堂セブン券売合ってるか。第6試合が彼女綺麗だし裏山仲良しと殺し合いってのはここもロイタムな。いやでも結構仲いいけど、まあ本気でやってるからね。俺もテルもまあ試合上では本当ぶっ殺し合おうって言ってるし、一番盛り上がる試合やろうぜって言ってるよ。
仲いいっつうか、まあまあ2回会ったぐらいだけどね。まあでも仲いいよ。音小さい。音が小さい。音が小さいね。了解。どう？これで。音はあんま変わんない？テイステイス。どうだろう。ちょっと待って。マイクの音量。変わった？どう？音。格闘技の砂死ぬ。砂死ぬ。どう？音上がった？どうですか？音どうですか？あれ？音変わった？あまり変わんない？今上がったはずなんだけど、どうかな？今変わってない？オッケー、ありがとう。はい。第7試合が、ナーボー。ナーボーの正式名称ってどうやって書くんだろうな。ナーボー。少し大きい。ちょっと待ってね。これくらいかな。これくらいで大丈夫かな。ナーボーか。なんだっけ、パルパルか。こっち？ああ、オッケーオッケー、すまんね。れ？どっちが。ナーボで余興も書くか。試合内容、解説が誰だっけ？石川のりゆきと、石川のりゆきと、石川のりゆき、TJ か。 TJ 石川のりゆき TJ、ラウンドガール。ラウンドガールが、ルールピと。ラウンドガール。歌が、桃、七。ナーボー&新八丁と。あと誰が出るんだっけ？あとこの人知らないんだよな。知らないのは難しいよな。一人わかんない人がいるんだよね。なんつったっけ？なんだっけ？なんて読むのこれ？
なんとかリオ。なんて読むかわかる？奇変に冬って書いて、なんて読むんだろう、これ。奇変に冬。この人も歌らしいんだけど。奇変に冬ってなんて読むんだろう、これ。誰かわかる？これ。奇変に冬？ヒイラギか。ありがとう。ヒイラギ、リオと。この人歌だよね。ヒイラギ、リオと。で、今度これ書かないといけない。ヒイラギリオ。ナーボーってあれなんだ。ボー、ひらがなんだ。ナーボー。パルパルはカタカナ。パルパルカタカナか。VIP 指定席が1万円で、VIP 指定席1万円、SS 指定席が2万円、指定席、あ、8000か。SS 指定席8000円。はい、ワード2。8000円の下が6000円だっけ？値段下がったんだね。RS っていうんだ。RS 指定席が6000円。RS 指定席が6000円。RS。RS 指定席。あ、ラインが出た。RS 指定席が6000円。で、一般席か。で、一回保存しとこうか。解説のところが。
なんだ、スペース入ってない。解説。これ入ってるけどな。何なんだろう、これ。バグかな。解説が何だろうな。解説に入らない。何なんだろう、これ。バグだな。めんどくせえな。あれ、なんだろう、解説のところに、これおかしいな。なんでだ。ガードでやるか。料金。あと何情報載せればいいんだろうな。何のせようかな。あとなんか載せた方がいい情報ってあるかな、ブログに。ステイゴロ、イベント名、主催、踊る便所太郎、会場、新木場ファーストリング、日時、載せるでしょ。なんかある、あと載せた方がいいの、試合内容と。こんなもんかな。こんなもんでいいと思う。
トがどこだっけな。ローソン、リプラス。前売りチケット発売所。E プラス。3月23日っていつだっけな。3月23木曜日か。木曜。835530835530。これどうぞ。
見れてる。音来てる？大丈夫？音来てますか？大丈夫？大丈夫ね。こんな感じでいいか、ブログ。情報こんな感じでいきましょう。灰皿の灰捨ててくるわ。ただいまー。どうも。こういう感じになるんだ。ステゴロとは。これで公開してみようかな。
旅のこと、配信のこともそうだね。ただね、これ結構ブログ書くのってさ、配信者でブログ書いてる人少ないじゃん。スタッフが書いたりしてるじゃん。結構時間かかるんだよ。だから本当はね、スタッフさん、ブログライターさんを雇いたいぐらいなんだけどね。ボランティアスタッフでブログ書いてくれる人とかいたらいいんだけど。ブロガーの仲間が欲しいですね。ライター欲しいね。ライター募集しようか。ライター募集しよう。募集しましょう。あ、間違えたかもしれない。これで公開しようか。できたできた。ツイッター見てみようかな。あれ？あれ、プラグインが効いてない。
100インデシベル2つある。まあいいや、とりあえずブログは作ったわ。まあこれで大体ね、まあ詳細わかるから。これで詳細わかるから、多分まあ困らないはずなんだよね、リスナーさんは。すげえ、もうライク2つついてる。Facebook 早いな。おはよう、いつか。ありがとうございます。できた。ブログに更新しました。ブログ自体が出来上がってねえかな、まだ。なんだ、テストって書いちゃってるから。この辺仕上げないとね。まあこんな感じです。よいしょ。カメラついてないのか。映像おはよう、おはようございます。おい、チョリースさんいらっしゃい。
あ、分かった。これだ。こっちはやってなかったんだ。ホールインワン SEO パック。あれ？どうやってやるんだろう。オールインワン SEO パック、プラグイン。あれ、ないな。なんでだろう。ん？オールインワン SEO パック。マネージャー、今 SEO バック。れ、プロバンスか、使えないの。YouTube の件、凸いいよ。かけてきて。マネージャー。あれ？ないな。そうさ、これだ。あ、わかったわかった。ソーシャルメディア。あ、できたできた。ちょっと待ってね。もしもし、お疲れ様です。あれ、音小さい？ああ、そっちマイク普通に喋ってる？マイクで喋ってますけど、大丈夫ですか？もうちょいマイク近づけてもらってもいいですか？もしもし。ああ、それマックス？これマックスかな？あれ、なんでだ？小さい。小さい、すごく。ちょっと待って。
え、なんで？録音。もう一回喋ってみて。もしもーし。少し喋ってて。もしもーし。いや、全もし然もーし。聞こえないね。小聞こさえいなす。い？うん、すごい小さい声が。声が小さい。携帯？それ。携帯。携帯か。まあいいや。うん。なんか元気ないけど大丈夫？いや、全然元気だよ。おう。うん。どうした？で、YouTube のほら、うん。前も話したけど、ほら、SEO 対策でさ、うん。ワードが今上げてんじゃん。おう。で、何本か上げていいけど、なかなか上がんないんだけどさ。上がんない。そうだね。やっぱ、全部をやるのは難しい。俺が。だよね。う俺だったら、やっぱり、そんなにうまくいかないけど、上げたん。うん。方がいいかな。やってもらえるとめっちゃ助かるね。だよね。そう。で、俺気になったのを俺がやるっていうのだと、多分一番綺麗になるかなっていうふうに思ってる。まあ、あれやっ一ぱ番いいり、よね。一個にすごい時間かかるんだ、SEO 対策って。ブログ一個書くのに、今見て分かったでしょ？ 1 時間ぐらい書くのって、これだけの情報量でこんだけ時間かかんのよ。だからさ、配信やりながらだと、こうなっちゃう。うん、だよね。なっちゃう。うん、だからやっまあ、てこんもならえ忙る。しくなるから、うん？できればなるべく早めにあげたいなと思ってたからさ。そうだよね。今まで非公開のやつ全部やってもらってもいい？うん。なんとか、そんなにうまくいかないかもしれないけど。うん、助かる助かる。ありがとうございまあ、ま俺す。が、それやっとくね。うん、ありがまあ、とう。それ、一応それがちょっと相談しようかなと。ああ、助かります。マジで。やっぱね、忘れちゃうんだよ。二日前とかのやつ。トークの内容。だよね。そう。だから、基本設定バーって今まで通り上げてもらった方がリスナーさんにとってもいいし、俺が気になるやつだけテコ入れするっていう方がいいかもしんない。そうだよね。以前みたいな形の方がいいよね。うん。頭いっぱいいっぱいになっちゃう。うん。すいません。了解です。じゃあ、やっておきます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でお疲れ様です。す。失礼します。で、更新と。プラグインを追加したから、これでどうなるか。ああ、出た出た。よかったよかった。よかった。これこれ。ワード .db。格闘技イベントって面白い。ちょっとトイレ行ってきます。
Thank you.
ごめんお待たせ。ただいま帰りました。どうも。うんこぐらいするでしょ。誰だ。何してるんですか？いや、何もやってないよ。
特に何もやってない。ブログ書いてて、今ね、ブログが書き終わったんですよ。今ブログが終わりました。ツイッターにブログの URL 載せてあるんで、もしよかったら見てみてください。まあ、便所太郎さんのイベントのね、詳細をちょっとやっただけなんですけど、彼女、あ、より戻しましたよ。新しいフォロワーさん、紙一重さん、五郎さん、ブブローさん、チャスさん、ウリさん、ウシシさん、フォローありがとう。あとで見てみるね。あ、いや、でもまあ、今回のイベントの詳細まとめただけだから、このポスターにあること書いてあるだけだよ。特に文章とか載せてなくて。これをウェブ上にアップしただけだから。インターネットってさ、ツイッターとかだと検索しても出てこないっていうね、ダメなんですよ。LINE ブログですか？ LINE ブログじゃなくてね、俺はワードプレスっていうのを使ってる。ワードプレスっていう、なんて言えばいいのかな。ブログシステムだね。簡単に言うと。まあ、普通のホームページとかブログ、オリジナルのブログだと思っていただければ、問題ないですね。普通の。まだ作り途中なんだけどさ、これでも一応古参？紙一重は、え？古参？何が古参の？話が飛んだ？和道リスナーとして古参ってこと？紙一重古いよね。俺の放送いつぐらいから見てるっけ？一番最初の頃。ああ、どれくらいから見てる？もう紙一重。一番古い記憶のある配信ってどの辺？ああ、2年ぐらい見てんだ。長いね。最近新規リスナー多いよ。女性ばっかり。もう女性かなり多くなってきたし。ばっかりでもないか。おっさんとおばさんに支持されてるよ。ロハコ事件で結構入れ替わった感じはするけど。おっさんだよね、みんなね。おっさんに好かれるんだよ。おっさんにすごい好かれるの、俺は。たわしと喧嘩、はあ、はあははあ。たわしってなんだっけ？誰だ？
え、俺、竹本と喧嘩したことないけどな。仲いいと思ってるけど、勝手に。おじいちゃん、アンガールズさんはいくつの？みんな年齢書いてよ、じゃあ。年齢何歳か書いて。41でおっさんだな。喧嘩突？え、紙一重ってそんな年齢なの？俺もっと若いと思ってたんだけど。おっさんばっかりだな。ジャッキーいらっしゃい。ほんとおっさんキラーだよね、俺。43、行ったり来たり 行ったり来たりしねえわ うん。自称永遠の27。いや、俺男は年取ってる方がかっこいいと思うんだけど、別に若けりゃいいってもんじゃなくない？若けりゃいいってもんじゃないと思うけど。なんか最近の和藤さん配信見に来ると同じ場面が繰り返し流れる。え、どういうこと？バグってこと？どういうことなんだろう。バグってこと？バグかな。
大丈夫だよね。多分ね、ジャッキーさん、多分バグだと思うよ。他の人からそういう話聞いたことないから、多分アプリがバグってるとか、なんか調子悪いんじゃないかな。同じ場面が繰り返し流れるっていうことないと思うよ。あんまり聞いたことない。だから一回再インストールするとか、あのパスワードと ID メモってログインできるようにして、アプリをもう一回ダウンロードした方がいいと思うよ。あ、携帯で見てるならね。ウェブだとね、もしかしたら俺に原因があると思うんだけど。ふわちゃんまだね、あの配信サイトとして歴史が浅いから、ノウハウがあんま少ないんだよ。だからね、バグが結構起こりやすい。あ、そうだ、たくみさんに聞きたかったんだけどさ、ダウンロードできたの？結局。ダウンロードできないって言ってたけどさ、あれ、俺ね、多分時間の問題だと思うんだよ。1日ぐらい置くとね、ダウンロードできるようになると思うんだけど、どう？できた？たくみさんいるかな？ダウンロードできました？フルバージョンで。治った。ああ、そうなんだ。じゃあ大丈夫だったんだね。うん、何が原因か分かんないからね。マルボロ吸ってて、アメスピに変えてまたマルボロ吸ってみた。でしょ？ゴルゴ、本当にそうでしょ？でしょ？わかるよね。最初は、軽いっていうか、なんか、うまくないなってアメスピ思うんだけど、添加物がいかに入ってるかわかるんだよね。
人工的な味なんだよね、コカ・コーラみたいな。だからフレッシュジュース飲んでるっていうか、なんか変な例えだけど、ちゃんとしたタバコ吸ってるって感じするよね。わかるわかる。そうなんだよ。普通のね、JT のタバコが吸えなくなるんだよ。いや、人工ニコチンの味がわかるんだよね。長持ち1.5から2倍ぐらい持つね、タバコの量は。アメスピがやっぱタバコを好きな人が行き着くっていうのはよくわかるね。ちょっと高いんだけど一番コスパいいと思うよ。モンタンもアメスピに変えてからずっとアメスピ吸ってるからね。あれなんだよね、コメントを流したいんだよね、この画面に。誰かコメントをさ、ニコ生みたいに流す方法知ってる？パイプ葉巻に食べたらタバコはほんとゴミになる。本当にヤバゾウさん、あれなの、パイプっていうか紙巻きもいいって言うよね。葉巻とか好きっすよ。だけどシガーバーとか行った時にしか吸わないな。あれはでもかっこいいよね、本当に。時間がゆっくり流れる感じがして。キセルとかもかっこいいけど。やっぱ外で吸いたいからね。深夜ちょっと金梅めちゃめちゃ仲いいよな。ゲイなんじゃねえかな。 ゲイでしょ、もう親友。なんだろうね、この二人なんか全然共通点が見当たらないんだけど、なんでこんな仲いいんだろう。こっちは愛知で、名古屋とか喫煙厳しいけど、東京とか。東京はまず路上喫煙が全部ダメなんですよ、23区は。で、神奈川が一番厳しいんだけど、まあタバコは基本的には外で吸えないっていう。で、会社の周りとかも吸えなくて、やっぱ。そう、特定の場所でしか吸えない。多分名古屋とかよりも厳しいと思うよ。田舎の方行ったらさ、大阪とかさ、歩きタバコ全然大丈夫だよとか言って、みんな吸ってるけど、東京でまず歩きタバコをしてたら、歩きタバコ、やからでもしてないかな。ホームレスとかがたまに吸ってるぐらいで。どっかビルの陰とかで隠れて吸ってても、携帯灰皿とか持ってたりするよ。多分東京、神奈川うるさい。だから街とかでも、六本木とかだと駅の周りとかに、その喫煙スペース、新宿とかもあるけど、さ、アウトサイダーみたいな感じ。何が？主語がわかんないから。タバコが？喫煙が？何が？ いきなりアウトサイダーみたいな感じって言われても何のことだかわかんないね。 タバコガスか？アウトサイダーって何？ヤバゾウさん。文脈がわかんねえわ。東京民偉い。偉いっていうか厳しいよ、やっぱ。ああ、そうですね。アウトサイダーのノリに近いかもね。地下格闘技とかね。ただ、このイベントのやっぱ面白いところっていうのが、
配信者同士をぶん殴らせたらどうなるのかっていうのは、尖ってるなと思いますね。このイベント僕好きっすよ。これは本当に結構みんなが望んでたイベントなんじゃないかなっていうのが僕の感想。だってね、俺強え、俺強えって言ってる人ね、いっぱいいるじゃん、インターネットって。で、それらを戦わせるってさ、もう誰が強いか決めようぜってことじゃん。これすごい、これ企画力あると思うよ。実行するの難しいんだけど、なんつうの、言うだけならできるけど、ちゃんとイベントまで持っていったっていうのは、俺、便所太郎さん、本当に尊敬してる、ここは。マジですごいなっていうか。いいイベントだよね。ほんといいイベントだよ。タバコ専門店がある。巻きタバコやったけどめんどくさい。ああ、だから節約になるっていうよね。めんどくさいから吸わなくなるんだって。しかも、格闘技のイベントとか、まあ格闘技に精通してた人じゃないとこういう企画ってできないと思うんだよ。だから便所太郎さんしかできない企画だと思ってて、これ便所太郎さんこれ一皮むけるだろうなとか思ってる。そのうち配信会の天下一武道会やりそうだな、便所。ああね、無理だよ。無理。それはね、練習してたらわかる。普通の人って3分戦えないの。まず1ラウンド戦えないの。で、天下一武道会とかだとさ、K1 の仕組みでトーナメント制になると思うけど、1回の試合でもうフラフラになっちゃうんだよ。だから、12ラウンド戦うわけよ。3分3ラウンドを3回戦うとか、9ラウンドとか12ラウンドとかでしょ。無理無理。まず本当のアスリートじゃないと無理。だから、地下格闘技系ってトーナメント式やらないじゃん。トーナメント式やるのって空手とか、ボクシングでもやんないが、キックボクシングとかになっちゃうと思うよ。だから、一人一試合っていうのは俺は正しい判断だと思う。2分3ラウンドって最初聞いてたんだけど、3分に変わって、3分か。3分3ラウンドに変わって本当に困ってるもん。戦えねえよ。これは格闘技やったことある人だったらわかるはず。基礎体力が本当の3分3ラウンドでもプロが戦うラウンド数なの、キックとかでも。だこのルールっていうのがいかに、なんつうの。だって冷静に考えてよ、紙一重さん。30過ぎたさ、パソコンの前でさ、ずっとさ、喋ってるおじさんたち、酒飲んでタバコ吸ってさ、その人たちがさ、大人の全力のぶん殴り合いでさ、9分間さ、戦えると思う？ 9 分間ずっと走り回ってさ、腕振り回してさ、体振ってさ、しかも相手から蹴られたり殴られたりすんだよ。それを9分間耐えろってめちゃめちゃ長いよ。だって練習でも3分の長さすごいもんね。で、試合ってさらに、観客とか、モチベーションとか、いろんなのが作用して、もっと長く感じるんだって。無理でしょ。多分ね、1分戦えないよ。30秒ぐらいだと思う。人間の全力って、素人の喧嘩は30秒ぐらいですよ。で、一発決まったら終わりじゃん、喧嘩は。ぶっちゃけた話、そうじゃん。おい、おなつさんいらっしゃい。いやー、大変だよ。あ、俺はね、出るのはためらいない。ただ、出た後から毎日怖いよ。夢でずっと戦ってるもん。俺はなんかこういういいイベントとかチャンスもらいたいなと思ってるから、こういうのはどんどんね、向こうがいいって言うなら出ようと思ってるから、どんなイベントでも。一皮むけたいしね、配信者として。
で、なんかよく誤解するのが、リスナーさんでも、配信者でもそうなんだけど、俺の方が強えよみたいな人、結構いるんだよ、やっぱ。俺を出させろみたいな感じの人いるんだけど、なんか、強さじゃないんだよなっていう、俺が思うに。こういうイベントごととか、まあ、プロの世界でもそうなんだろうけど、客呼べるかどうかだと思ってるの。例えばさ、本当に強いやつを見たいんだったら、プロボクシング見るじゃん。K1 見るじゃん。で、世の中強いやつなんか腐るほどいるんだよ。そうじゃなくて、こいつとこいつの殴り合い見たいみたいな感じだと思うんだよ。リスナーの目線って。そう。要はどっちが集客力あるとかじゃなくて、こういうキャラクターのやつが殴るとかが面白いみたいな。だから、力自慢が出たいっていうのもわかるんだけど、そこじゃないんだよなっていうのは俺はすげえ感じる。それって金取るわけじゃん。うん。だからよく俺にも俺とやろうって結構来るんだけど、俺はウェルカムなんだよ。和道と俺やろうよみたいな。でも俺に決定権ないから困っちゃうんだよね。そう。で、俺ほら別に喧嘩嫌いじゃん。別に格闘家でもないしさ。だからそこは、便所太郎さんに言ってくださいっていうようにはしてるけど。多分、興行っていうのを理解できないんだろうね。うん。俺もパルパルってやりたかったけどね。まあ、実現しなかったからしょうがない。まあそれは何、プロ格闘技の世界でもそうでしょう。こいつとやりたいと思ってもできないから、わざとマイクパフォーマンスとかで煽ったりするわけじゃん。今度誰々とやろうとか。指名をしてわざと逃げられなくしたりとかしないといけないぐらいシビアな世界ってことでしょう。難しいと思うよ。笑い的目見るのはありだよね。正直本気目線では見れないよな。それが、まあ俺はそうじゃないと思ってて、もちろん選手だから。もう本気でやってるんだけど、結構ガチじゃんっていう目に変わってきてるよ。やっぱ毎日みんな練習してる人もいるし、あれこいつ強くねみたいな人も出てきてる。で、例えば、ヤバゾウさん多分このイベントあんまり知らないからだと思うけど、ドレ深夜食堂さんっていうふわっちの配信者の人がいるんですよ。今も配信中なんだけど、この人は総合格闘技20年やってるおじさんなんですよ。で、このみやびさんっていう対戦相手の人は、キックボクサーでおっさんなのね。だからこのおっちゃん対決が 一番ガチ勢とかさ。あとまあ、セブンさん空手やってたし、ヒカルくん今キックボクシングの世界チャンピオンに教わってて、セコンドがミノワマンとかなのよ。だから、最初はみんな冷やかしで、ヤバゾウさんと同じで、おい、やれやれっていう、笑わせろって感じだったんだけど、あれなんか、なんかプロの格闘家に教わって、なんかこれあれ本気なの？みたいなノリに変わってきてる感じが、それがすごい面白いところなんだけど、このイベントのやっぱね、配信者ってさ、我が強いから勝ちたいんだよ。勝ち負け競うの大好きじゃん。そこがね、結構面白いところかな。意外と本気っていう熱がこもってきたよ、だんだん。チャンピンのスピードはやばいね。チャンピンの動き見る？チャンピンの動き、キャプローか。最新の。ちょっとキャプローから待って、じゃあ。情報入ったから。これ、見て笑ったんだけど、俺も。チャンピンのスピード。ちょうどツイッターにあるから、キャプります。チャンピンどこだ？
3ピンの練習が公開されたんですよ。ちょっと待ってね。画面キャプチャー。あれ。ちょっと待ってね。チャンピンこれか。結構本格的に練習が始まったみたいですよ。ちょっと待って。まあ見た人もいるかもしれないから、その人たちには申し訳ないんだけど、これがツイッターに上がった最新のチャンピンの動きなんだけど、こんな感じです。赤い方がチャンピンなのね、俺の対戦相手。こんな感じだね。やっぱへっぴり腰だね、素人だと。素人、俺もこういう動きになっちゃうけど、これすごいわかるもん。フォームがわかんないんだよ。この姿勢。そう。やっぱ独特の手打ちパンチになるけど、でもこいつね、プロのこの動きにね、ちゃんと振り払ったりできてるんだよ。ほら、ボディも打ってるじゃん。だから喧嘩のやり方だけど、弱くはないよ。運動神経もいいし、弱くはない。ただ、素人だからこうなっちゃってるだけなんだよ。これはね、やってみるとよくわかるよ。俺もそうじゃん。ドレさん戦うと。見えた？今。面白いでしょ？だこういうなんか成長の物語みたいなのが面白いんじゃないの？どん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 育っていくっていうかさ、ああ、こいつがこんな本気になってきたんだ、みたいな。だから、俺も2週間3週間ぐらいやってるけど、最初の頃全然違うって言われるよ。俺はわかんないんだよ。俺はもう毎日毎日シャドウやったりとかやってるだけだから、俺の上司に似てるだけのことはある。俺のスパーリングの方見る？紙一重さん。俺のスパーリングの方も動画あるよ。見たい？見たい人いたらキャプるけど。どうしようか。キャプる。俺も格闘技好きだけど、好きだからこそ軽はずみに格闘技しようなんとは思わないな。前田に同じことを言われてたよな。いや、格闘技好きだけど、俺は格、あの、よく言うんだけど、そこがメインじゃないよっていうのはよく言ってる。なんだろう。そうじゃなくて、素人の殴り合い面白いってじゃんっていう。格闘家じゃないから、俺らは。よく言われるんだけど、なんか、だん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 格闘家のノリで見るようになってて、そうじゃないよって言って。あくまで素人がぶん殴り合って、有名な素人がぶん殴り合うところ見れたら面白くないっていう。だ芸人の殴り合いに近いんじゃん。腰が抜けたらダメって言うけどね、腰を入れるパンチがいかに難しいかだよ。ね、多分ね、ゴルゴも言うじゃん。言うは簡単なんだよ。言うのは。で、鏡の前とか動画撮ってごらん、スマホで。絶対同じように腰の入らないパンチになるんだよ。本当に。自分でびっくりするの。なるんだよ。それとの戦いなのよ、もう。いかにその腰の入ったパンチ打てるようになるか。それが難しいんだよ。なんか腰入れるっていうのの意味が分かってないんだよ。体的にっていうのかな。普通の人は。俺も分かんないもん、未だに。腰を入れるパンチの打ち方が。スポーツやってた人だったら分かるかもね。野球でも何でも。そこはね、ほんとね、毎日苦戦してるよ。要はね、インパクトとか、スナップとか、わかんないよ。これがね、ドレさんっていう人、最新の動画はこれかな？一番最新のやつは。じゃあ、行きます。見るか。行きます。
アシュグネールのやつだね、これは。序盤動きいいんだけど、後半でやっぱダメなんだよね。素人っぽくなっちゃうんだよ。やっぱね、打ち込まれるとね、体がね、まだ防衛反応が出るんだよね。おはようございます、めぐみさん。2人しか見るって言ってない。見ないって言ってる人がいなかったから流しちゃったよ。まあ素人だけどね。本当は一発も当たんなかったかな、パンチ。いや、ドルさんは素人じゃないでしょ。格闘技ずっとやってんだから。明らかにもうやってる人の動きじゃん、ドルさんは。ドルさん格闘技歴20年だよ。フリッカージャブだしさ。ね、目の前にするとでかいよ。身長185あるからね、ドルさん。いや、仕上がってないよ、全然。何も教わったこと全然できてないよ。あ、青山とワード、そうだね。あ、これ大丈夫か？何回見ても面白いな、これ 自分のローキックで足がぐねるっていうね。これ何回見ても笑うな、これ。これいいな。もう一回回します。何回見ても笑うわ、これ。おはよう、マネージャーさん。おはようございます。大丈夫か？たくみさんも吹いてるもんね。足グネールだからね、これが。足グネールキックっていう必殺技だからね。あと必殺ダダッコパンチがこっから出るっていうね。後ろの人はリスナーさん。地下格闘技25戦出てる人で。ああ、いや、痛かった、これは。グキって言って、変な音すんの。痛いよ。足グネールだよ。で、この顔だかんで、ね。ボコボコだよ この顔ですよ。お前コメント、ちなみにリスナーさんとの方もあるかな。リスナーさんとの方見ようか。いや、ボコボコだよ。ボコボコだよ。当たり前じゃん。ボコボコになるでしょ。これか。こっちの方がそれだね。そっちを見ましょう。これはでもなんか、初対面の人だったから、打たせてくれたんだよ。だけど、すごい、なんか、本気で当てていいか分かんなかったから、グダグダだったけど。そう、わざとサンドバッグになってくれたの、この人優しくて。このリスナーさんは、地下格闘技25年の人で、距離感が全然分かってないね。もっと離れないとダメなんだよね。3分つらいよ。そう、だからパンチがショートのフックとかの距離になっちゃってて、ストレートが全然打ってないよ。もっと離れてないと。素人はこうなるんですよ。今指摘が入ったよね。近すぎるって。もっと距離離せ。だからスパーリングをやったことがないから分かんないんだよね。
この人優しいからその距離を教えてくれてんのよ。顎引いてわざと打っていいよって。初対面の人殴るって怖いよやっぱ。うん、どうなるか分かんないしさ。でその一番難しいのはこれ、そのベタ足ファイターじゃん。だからまだその当たるってわかるけど、ドレさんの場合そのスウェーバックとかでかわしてきたりとかフットワークを使うからわからないんだよ。その距離感がねわからないっていうか、それがすげえ難しい。だからもうスパーリングやりまくらないと多分やばいよね。これはだからあの空手とかの型の稽古に近いよね。その本気で打ち込む実戦のやつじゃん。スパーリングではないよね。その距離を測ったりとかどういう風にやった方がいいっていう、その体幹をつけるトレーニングに近いよね。これすごいよ。インローを教わったんだけど打ててないじゃん。ドレさんに指摘してもらってからすごい。このインローマジで使えるよ。おはよう。これ見てて、突っ込みながら奥足インローって言うんだけど、ずれるの。踏ん張ってる足がずれるから奥足の。これ軽く当ててもねボコってずれるんだよ。これ超使えるよ。これこれ本気で打ち込んだら多分超効くよ。これ奥足インロー。ちなみにチケット販売日ってまだ公表、あ、公表されましたよ。公表されました。僕のツイッターにあのブログの URL 貼ってあるんで、ブログ読んでいただければあの情報が載ってます。僕のツイッターの一番上に貼ってあるやつ、ブログを見てみてください。今度さ、あの次の動画はこの地下格闘技25戦の人とドレさんのスパーリング見てみようか。要は実戦経験者のスパーリング、うん、全然動きが違うから。蹴りもっと混ぜていかないダメだね。奥足インローめちゃめちゃ効くよ。超痛いよ、うん、あ、とんでもないとんでもない。慶吾さんぜひぜひ。ただね、もうね、夜中並んで撮るぐらいじゃないと、コンビニに待ち伏せするぐらいじゃないと多分撮れないですね。多分埋まっちゃいます。300人はこんな感じだったんだけど、あの本格的にやってた人の動きはね、動画になってないんだっけな。ドレスさん、ドレさんと、ドレさんと、ちょっと待ってね、そうか、間にキックボクシング、これかな。ちょっと待って、ドレさん。この後か。この後だな。こっからだ。これすごいよ。これは見応えあるよ。これ生放送で見れるね。放送じゃないよ。うん、近すぎる。上。そこ。これやばいよ。これがちゃんとやってる人のだっていうのが分かる。
そう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 、そんな感じ。うん、超綺麗。全然動き違うでしょ。ここまで行くと面白いんだよね。そう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 、真ん中に寄せてゆっくり後追いする感じ。超うまい。すごいよね、やっぱ。おやさん、めっちゃ速いんだな。おぉ、コンビネーション、ワン、ツー、スリー。おぉ、すげえ、ワン、ツー、スリー、返した。はい。スター切り替え。何でもコンビネーションした。消えたら。はい。面白いよね。テール、テール。はい。テール、テール。すげえな。あ、大丈夫か。見応えあるよな。これ全部ちなみに YouTube に公開してあるんで、もし興味のある人とかゆっくり見たい人は YouTube 登録してください。僕の YouTube リンク貼ってあると思うんで、僕の YouTube 見てみてください。カメラワークうまいな。そうだよね、無駄な動きがないし、やっぱりその防御と攻撃がちゃんと一体になるフォームがあるっていうか、だから撃たれても素人ってわーってなるじゃん。それがないんだよね。攻撃の後にディフェンスがちゃんとあるっていうか、だからあの構えがしっかりしてるんだよね、やってる人って。あ、来た、インロー来た。あ、返した、すげえ。うわ、インロー、インロー。はい。はい。すげえ。これがインローね。ドレさん得意技の奥足インローなんだけど、この奥足インローは超厄介だよ。多分ね、手前の足のインローは格闘家もよく使うんだけど、奥足インローを使う人見たことないね、俺。あと1分です。おお、3発。そう、音がずれちゃってるから申し訳ないんだけど。やっぱ蹴りの音は迫力あるね。本気で打ってなくてもこうなるもんね。あと20秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、どうぞ。すげえな。はい。絶対そう。はい。すごいよね。すごいよね。まあまあ、こんな練習をしております。なんかね、でもね、なんかショックなのがね、リスナーさんが結構参加してくれてるんだけどね、全員俺より強いんだよ。なんか弱い人が来るかなと思ったら、みんな格闘技歴あるさ、ファイターたちが集まってくるから、あの俺のヘタレ具合がどんどんね、バレるっていう悲しい現象が起こってますよ。もしよかったら、あの毎週日曜日とかね、あの練習やってるんで見てください。よろしくです。格闘技面白いよね。みんな格闘技やっぱ好きだもんね、男の子はね。いや、笑うけどさ、本当に地下格闘技25戦とかさ、キャリア20年のファイターとかさ、喧嘩で飯食ってた、喧嘩無敗とかさ、何なのって。で、今度練習来たいって言ってる人が、あの、総合格闘家、プロの総合格闘家の配信者の人も、なんか練習行こうかなって言ってて、全員俺より強えやつじゃねえかみたいな。
どういうことだよみたいな。運動神経悪いよ俺は。だって子供の頃から運動神経悪いの自覚してて、実はね母親も運動神経良くて、あのソフトボールでそのスカウトが来るぐらいとか、中学校で全国大会優勝してたりとかなの。だからその仲間内の人とかはそのオリンピックの女子選手とか出るぐらいの人たちなのよ、ソフトボールの。だから母親超運動神経良くて、で親父もファイターで運動神経いいんだよ。だから妹とかも県大会、練習全くしてない競技とかで県大会出ちゃったりとか、弟とかもバスケ部のキャプテンやってたりとかするぐらいさ、あの運動神経いいのに俺だけダメなの。子供の頃ね病弱だったんだよ俺、入院生活をずっとやってて、でもう気を物心ついたら病院でずっと手術受けたりとか、もうなんだろう病院で過ごすっていう。で幼稚園生ぐらいになってからかな、そう入院がなくなって健康になっていくんだけど、だからもう運動っていうのが苦手なのよ、喘息も持ってたし。あのね、 K1 ルールじゃなくてムエタイルールなんで、肘膝ありなんですよ。 K1 って肘ダメだよね、肘もありです。ちょっと危ないんだよね、うん、首相撲もあり。だから簡単に言うと組技と関節技と寝技と頭突きと噛みつきがなしかな。ゆらちゃんいらっしゃい、うん、だから、うん、まあその思考力とか判断力とかね、記憶力とかっていうのはさ、あの運動できないやつがさ知識をこねくり回して遊んでるだけだから。喘息なのにタバコ、うん、やめろやめろって言われてるよやっぱ。だからあの最近出てこないけど、体調悪くなると喘息すごい出るからタバコ吸えなくなるね、うん、ちょっと枠取り直します。一回枠取り直します。お疲れ様です。はい、おはようございます。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。